この世界には正直もう失望した。リセットさせてもらおう。まあテラゾーでいいんじゃないか。なんか音楽怖くね。なんかフリスクって名前つけたらなんか変わんのかな。ちょっとわかんないけど、まあいい。あ、てかなんかサンズとか入れたら面白いよみたいなネタがあるよみたいな言ってたからやってみよっか。ちょっとやってみていい？サンズダメだぜ。そうなるんだ。はい、俺様は別にいいよ。いいえ。あー、そんなことができるんだね。すぐ警告、この名前は地獄への入り口。え？この名前は？テラゾーは？ちょっと待って、テラゾーだと違う？フリスクだと地獄への入り口なの？うわ、ちょっと違うんだ。え？何それ？怖っ。どういうこと？フリスクでやると、ハードモードになるらしい。フリスクにすると面白いよみたいなコメントなかった？ちょっともう鬼かお前は。では、確定です。行きましょう。この世界には正直も失望しました。ええ。すべて破壊します。またここに降り立ってしまった。この世界を滅ぼす。出たな、この野郎。君も本当に人が悪いな。僕のこと知ってるくせに他人のふりするなんて。全く礼儀を知らない人は困るな。仕方ない、僕が教えてあげよう。準備はいい？行くよ。よければいいんだろう、お前の攻撃なんて。うるさい！嘘つけ！かかってこい。よければいいのかな、これ。こんなもん。え、前はさ、これ、P ルートはさ、この、あれなかったよね。これよければいいのでは。来んなよ。よし、避けた。あれあれ？全部落としちゃったよ。もう一回行くね。いや、当たんねえぞ。ふざけてんの？バカなの？さっさと当たれよ。たま。仲良しカプセルに。お前、さては知らないふりしてるだけだな。僕のことバカにしてんだろ。うわぁ、結局来た。トリエルが来るから大丈夫だ。トリエル来い。早く来い。よし。完了。排除完了。クソ花目。お前がやろうとしていたことを私がやってやろうというのだ。トリエル。すまないな。いや、すまないなんていう感情はない。滅ぼさなくちゃいけないんだ、俺はこの世界を。そのために来たんだ。そう、そういう決意。優しいモンスターたち。ネタバレに配慮してコメントを書いてくれる視聴者の皆さん。俺をここまで育ててくれたお父さんお母さん。全部滅ぼしてやる。まずはこのマネキンからだ。よし。そこでいいんだ。真ん中じゃなくていいんだ。バトル用じゃないわ。怪我をさせたら大変でしょ。ふふ。あなたに解けるかしら。いや、解く必要はない。お、敵が出た。今だ！倒せ！はっ！ザン！よし、倒したぞ。ラブが上がった。あなたの手助けなどいりません。なぜなら私はトリエル、あなたより強い。さて、虐殺開始といくか。はじめに死にたい奴は誰だ？うじうじすんな！バカ！ザン。殺した。やってしまった。え、何？びっくりした。え？ミスりまくるとそうなるの？びっくりした。逃がさぬよ。無事に。
立ちまった HP ってなってみた。やっと来たか。あ、怖っ。ここに生物は全ていなくなった。進めるぞ。あれ？え？なんで？ナープもいなくなった。おいおいおい、ナプスタブルーク。お前を殺すのが楽しみだったんだけどな。ね？来なかった。強さを証明してみせましょう。なんか結構まあ最初の N ルートで、あ、強、俺強、どうした？あなた、私をそんなに憎んでいるの？私はあなたを守りたくてあなたを閉じ込めようとした。でも大きな間違いだったわ。それで守られていたのは外にいるみんなの方だった。笑ってる？は、はは。強い決意とともに、このホームを出よう。結構まあ N ルート P ルートで感情移入したから、テラゾ大丈夫かというコメントがね、 G ルート精神壊れちゃうんじゃないのみたいなコメントありましたけど、僕結構そういうのを区別できる方なんで。残酷だけどね。君ってさ、本当は人間じゃないんだろ。なぜバレた？君は空っぽだ。僕と一緒さ。それに、君ってテラゾーなんだろ？どれだけ時が流れてもやっぱり離れられない運命なんだね、僕たち。聞いてよ。最強になれる方法を思いついたんだ。おお、それはいい。教えてもらおうか。君と奪われた君の魂よりももっと強くなれるよ。このクズみたいな世界を二人で全部ぶち壊そう。生き物も物もこのくだらない記憶に残るものは全部、塵に変えてしまおう。なんて素敵なアイディア。なんて素敵なアイディア。そんな声だったのか、お前。やはりちょっと心は痛いな。うん。でも、この心の痛みを、なんとか克服して、Gルートを最後まで、行こうか。いや、思った以上に決意必要だな、なんか。いや、そんな簡単やろと。アレクサ、ストップ。知っている。今のは笑うとこだぜ。顔だけでもニコってしろや。人間を見る目がないぜ。まあいいや、笑いの唾人それぞれだしな。人間ハンターか。隠れなくてもいいんだがね。まあそこにいたけりゃいてもいいけどな。何？え？そんな展開なの？人間は見つかったか？うん。本当か？うひょ。じゃあ仕事は片付いたな。帰った。それでいいんか？俺はサンとお前も殺しに来たんだぞ。率直に言わせてもらうぜ。パピルスの夢は人間に会うことだ。だからできれば人間のふりしてると助かる。16体残っている。ちょっと不意打ちだな。面白い。あと16体か。音楽変わってんのか、これやばいな。あ、もしかしてGルートってホラールートですか？
なんかそんな感じすんだけど。ご隠居。髪型は変えられるよ。来てるぞ。え、ちょっとテキストまた違うね。まあ最初のルートが N ルート、次が P ルート、今やってるのが G ルートってことなんだよね。今後はそういう風に言ってきます。よく見ろって。岩なんかないぞ。おい。あの岩がどうかしたの？俺だぞ。何なの？岩ではないな。岩じゃない。ってことは必然的に？あれは人間ってことになるぞ。おい、人間、よく聞け。これから貴様を楽しいお祭りに招待してやる。危険がいっぱい、パズルがいっぱい、蓋を開けてのお楽しみだ。例えば、牢屋に監禁されてる他にもレクリエーション盛りだくさん。全然違うじゃん、テキストが。え、こんなテキストだったっけ？あんた本当に笑わないんだな。そう、俺は笑わないんだ。笑わない男なんだ。男？男なのか？あー、緊張する。ピザを1枚、M サイズで。トッピングは誰？コピペしてメールで送ります。古い機種なのでメールを受信できない。猫耳少女の顔文字が1パーツずつ読み上げられていく。え、アルフィー？どういうこと？さて、お笑い中。始末する。そっちからか。そんな名前、そんなあれなの？吠える声してたの、お前。懲らしめる？誰がドイツを懲らしめるって？残り15体。ここやっていいのかな？ワンボー。ワンボーよ。お前も。俺に逆らうんだな、ワンボー。51。動かないぞ。すまんわ、もう。終わりだ。なんてこった。私は強すぎる。あ！進んだ。何しろその名も。無視して進むんかい。これは、ショック。あまりにショッキングすぎる。俺様が生まれ育った国では、パズルにはとりあえず引っかかってあげるのが昔からの習わしで、とりあえず一回戻ってもらって。はあ、どうせならパズルが好きな人間がよかったな。ほう。騙されたふりしてくれたらパピルスは喜ぶのに。俺は性格が悪いんだ。空気を読めない男。それが私。なかなかの速さ。よし、オレンジ。まあいいでしょう。まさかこのイベントとかも変わっていくとは思っていませんでしたが。ちょっと辛いなぁ、なんか。なんだこれ。まさかこんな感じで辛さを助長するようなイベントがいっぱいあるんじゃないだろうな。無視できないぜ。いや、無視してやろう。兄ちゃん、素通りされちゃったよ。ん？お子様チャレンジ？テキスト本当に違うね。鬼探しは好きじゃないんだな。実を言うと、オイラもさ、4コマ漫画の方が面白い。ん？横を見ている。何か考えているのか。こいつ強いからな。はっ、くっそ強っ。なんだこいつ。こいつ避けた試しがないんだけど、こいつの攻撃。えい！鬱陶しい！ザン！ぶっ殺してやるさ！攻撃パターンが変わるとは。怒りのデスロード。死んだか。ふぅ。来たぞ。さっきの人間だ。貴様は絶対にこのパズルを気に入るはずだ。何しろかの有名な。え？兄ちゃん、なんとかして！人間がパズルを無視してこっちへ来るよ。俺がルールを説明するまで待っててくれるはずだったのに。スリル満点のドッキリで人間を震え上がらせるはずだったのに。あいつドッキリが好きじゃないのかもな。ドッキリが好きじゃない奴なんているわけない。なんだ今。あいつはパズルが嫌いだ。
アンダインはパズルは嫌いだけどドッキリは好きだもん。ああ、そっか。おい人間、貴様はどう思う？パズルとドッキリどっちがいい？殺戮にしか興味がないんだ、俺は。あのさ、こういう風に聞かれた時は、普通なんか答えるもんだよ。そんで貴様の答えに合わせて、俺様たちもなんか気の利いた返しをするわけ。もういいよ、パズルは貴様が一人で勝手にやって。あら。前回も同じ感じだったけども。パズルはもう解いたからね。パズルもさ、やってみたら案外楽しいかもだぜ。おらすばー。犬が凶悪だ。ここは変わんないのかな。ピンチだ。動いてるように見えないぜ。スルーされるに決まってるもん。全然楽しくないもん。んー、じゃあもう人間捕まえなくていいってことか。そうは言ってないよ。捕まえたいよ。捕まえて有名なロイヤルガードになりたいよ。だけどさ、せっかく頑張ってパズルを作ったのに、これじゃまるでお誕生日のパーティーよ。罠も爆発もなしで祝うのと一緒？そう、こんなの全然意味ないよ。俺様も兄ちゃんみたいに怠けてパズルなんか作らなきゃよかった。つまりオイラの方が正しかったってこと？本当に？いや、そんなはずがない。兄ちゃんは根本的に間違ってるぞ。今回は相手が悪かったんだ。アンダインなら間違いなく大喜びだぞ。爆発、血しぶき、全部アンダインの大好物。だからこのパズルは貴様なんぞにはやらせん。だって浮気は良くないもん。もっと大事にしなくちゃ、今の。今自分のそばにいてくれる友達よ。そうだ、パピー。俺はお前の友達だった俺ではないんだ。大切なことに気づいてよかった。にゃはは。ポジティブやな、パピルス。お前はポジティブやな。結局、楽しく遊ぶのにあんたの協力なんていらなかったな。なあ、あんたもうすぐパピルスと戦うつもりだろ。オイラから一つ忠告だ。このまま今のやり方を続けてたら、お前はそのうち最悪な目に遭わされるぞ。やはりサンズは、ここからなんだろうな。サンズの本領は。そして、お前いつまでそこで見ている気だ。フラビーよ。今いただろ。いいけどさ、ここで非難される言われなくない？おっと？え？いきがりバードって初めて見たんですが。ジェリー、いきがりバードって父ちゃんか。ジェリーを倒したこともないな。そういえば。凶暴からだ。まずは凶暴からだ。磨けって誰が磨くか。歯磨けって言ってたのか。攻撃時間が、暴動を追っ張り始める。何してる？あ。夜中に音楽のボリューム上げてやる。パンチパンチ。あ、グローブだから違うんだ。もしかして。え、武器によって攻撃方の仕方が違うんだ。初めて知った。そういうこと？そういうことだよね、多分。パンチ。ほんまか。パンチパンチ。ちょっと攻撃力上がってね。へぇ。Gルートになって初めて知るこの事実。ドエーン。はい、ドエーン来ました。ドエーン。知ってる。俺がやったんだ。全部殺した。決意。ここら辺にいる人たちはいんのかな？お、お母さんがいないようだね、子供ちゃん。ただのデコイだ。何？ほう。町の人も全部いなくなるのか。おい、構造。おっす、みんな逃げてどっかに隠れちゃったみたいだな。本当大人ってバカだよな。アンダインがいるから何の心配もないのにさ。おい、刺すぞ、お前。いなくなっただ。本当にね。こっち行けんじゃねえな。その火災用出口から出られるのは私だけのように、体が燃えてる人だけ。
そうか。そんなことがね。ま、いいでしょ。スノーフルの連中はみんな、どこかに避難してしまったみたいですね。ああ、そういえばここ。結局鍵かかってんだ。今回も行けないようだね。みんな鍵かかってんじゃん。おいおいおい、俺をのけものにしないでくれよ。お前が一番憎みづらい存在だからな。動くな人間。ちょっと人が喋ってるときはじっとして聞かなきゃダメなんだぞ。偉大なるパピルス様は貴様に言いたいことがあるのだ。まず、貴様ちょっと変だよ。だってパズルが好きじゃないし、歩き方もなんか不気味だし、両手ではいつも変なチリみたいなのがついてるし、このままだと貴様はもう後戻りできなくなると思う。でもパピルス様は貴様に大きな可能性を見出したのだ。誰だって努力すれば立派な人になれるんだ。ま、俺様の場合は努力なんて必要ないけどね。いやははは。前に出る。ちょっと動いたらダメだってば。さっき注意したばっかでしょ。よく聞け人間。貴様は道を踏み外している。誰かが正しい方向へ導いてやらないとダメだ。だが案ずるな、この偉大なるパピルス様が。貴様の友達になってお手本を示してやるぞ。俺様が貴様を救ってやる。ああ、歩み寄ってくれてるね。ってことは、抱き合って友情を確かめたいってことだね。やった、俺様の教えが早速役に立ったぞ。さあ、偉大なるパピルス様の腕に飛び込んでこい。パピルスマン。お前を倒す気で、ここに来てるんだ。これ一撃だろうな。辛い。パンチ。すごいパンチだ。取れた。これはちょっと予想外だった。あ。でも、貴様のことは信じてるよ。貴様はもっと立派な人になれる。自分ではそう思ってなくても、俺様が保証するよ。これは俺自身が望んでやってることだ。兄弟を殺されたらサンズはどう思うのだろうか。スノーフル陥落。お前、あの人に会いに行くのか。ちゃうね。あ、ここにいた人がいない。花は何も言わない。冷え18体。